私の名前は井桜玲奈。天涯孤独に暮らしている。両親は私が小学生の時に他界した。二人とも大病を患ってしまったのだ。それ以降は祖母が私を引き取って育ててくれたのだが、彼女も私が二十歳になるのを見届けた後、役目を果たしたというように天国へと旅立ってしまった。そんな私にトラブルが降りかかった。この日、海を見に来たのだが、海岸にある駐車場に入ってスピードを落とした時、後ろから大きなワゴン車が猛スピードで迫ってくるのが見えたのだ。あっと思った時には、そのワゴン車に追突されてしまった。幸い怪我はなかったものの、追突してきた相手が最悪だった。大丈夫ですか？ワゴン車に走り寄ると、中から柄の悪い男性が降りてきた。彼は謝りもせずに、突然怒鳴りつけてきた。おいおいおい。俺の車、こんなになっちまったじゃねえかよ。どうしてくれるんだ？あ？誰かに助けを求めたかったが、海水浴シーズンではないので、周囲に誰もいなかった。自分で対応するしかなかったのだ。すみません。大丈夫ですか？あ？お前、俺が大丈夫に見えんの？ほら、ライトの部分を見ろ。完全にぶっ壊れちまってるじゃん。ああ、この車、もう二度と走れないかもな。私の車も後ろがへこんでしまっています。え？なんでこっちがそんなこと気にしないといけないの？そちらがかなりのスピードで走ってきたのは事実です。だから、私だけが責められるのは違うと思うんです。何言っちゃってんの？悪いのは完全にそっちだから。そっちがいきなりスピードを緩めたからこうなったわけ。10対0でそっちが悪いってことで処理するからな。待ってください。そんな勝手に決められても困ります。ドライブレコーダーも動いていたので証拠はあります。いやいや、お前の車、後ろにドライブレコーダーついてるわけ？それは、前だけですけど。それなら、ドラレコの映像じゃ、後ろから来た俺が、どのくらいのスピードで走ってたかなんて、わからないじゃん。それは。はい、残念。言っておくけど、俺はドラレコなんてつけてないから、つまり、俺だけが悪いっていう証拠なんかないんだよ。でも、ぶつかってきたのはあなたですよね。映像が残っていなかったとしても、私だけが悪いってことにはならないと思います。いや、ぶつかってきたのはそっちだから。え？俺の記憶では、お前の車が突然止まった。俺はブレーキを踏んだけど、間に合わなかった。それでぶつかったんだから、お前がぶつけたんだよ。ちょっと意味がわかりません。なんと彼はぶっ飛んだ理論で私に責任があると主張し始めたのだ。とにかく今回のことは10対0でお前が悪い。だけど示談ということにしておいてやるよ。車の修理費全額払えば見逃してやる。待ってください。とりあえず電話して誰かに来てもらいましょう。私が電話しますね。実は事故に遭ってしまったのはこの時が初めてだった。そのため具体的にどうすればいいのかわからなかったのだが、とりあえずいろいろと電話をしないといけないと思った。だが彼は猛反発したのだ。そんなの必要ねえよ。示談金で許してやるって言ってるだろ。でも。ああ、もしかして自分が悪いのをなかったことにする気？人に来てもらえば、なんとかなると思ってんだろ？そんなの卑怯だと思わねえの？それは、あなたの方じゃないですか。ドラレコとか見られたら、10対0じゃないのがわかるからでしょ？は？だから、なんでそうやって自分が悪いのを人のせいにするの？マジでこんな卑怯な女、初めて見たんだけど。とにかく、電話します。だから、やめろって言ってんだろ？あ！
彼は私の手からスマホを叩き落とそうとした。そのせいで私が持っていたトートバッグまで地面に落ちてしまった。中に入っていたものが散らばってしまい、慌てて拾おうとしたのだが。ん?なんだこれ?イラストってやつか?風景画を彼に撮られてしまった。実は私は看護師として働いているのだが、本当の夢は画家だった。金銭的に苦しいので、専業で画家を目指すことはできなかったが、その夢を諦めたことはなかった。だから、時間を見つけては海などに来てスケッチをしていたのだ。だが、彼は私のそんな夢をも笑った。ふえ、これ、お前が描いたの?もしかして、画家とかイラストレーターとか目指しちゃってる系?痛い痛い。なんか暗くてトン臭い女だと思ったけど、ガチオタクじゃん。今は、そんなこと関係ありません。いやー、こんな面白いものが見れるとは思わなかったわ。彼はそう言うと、風景画をビリビリと破いた。あ、そんな、私の作品が。これで大切なものを失う気持ちが分かったか?ま、俺の車とこんなオタクの車じゃ、全然価値が違うんだけどな。私は我慢できず、涙をこぼしてしまった。ふふ。ああ、オタクが泣いちゃったよ。ごめんごめん。オタクにとっては、ああいうイラスト一枚が命なんだもんな。でも、俺だってこの車が命だから。なあ、大切なものが壊された気持ちが分かったなら、修理費払えよ。1000万な。え?この車さ、年代物で、もう同じやつは売ってないんだよ。修理が無理なら、新しいのを買うから、そのくらいが妥当だよな。本当はもっと請求したいところだけど、これでもかなり負けてやってるんだぜ。そんなの、無理ですよ。無理?じゃあ仕方ないな。俺が仕事を紹介してやるから、オタクな絵を描くのはやめて、そっちで働きな。そんなこと言われても。あのな、人の車に当たっておいて、断れると思うなよ。これ、お前がやったんだからな。わかったら、1000万で弁償しろ。一対一で怒鳴られ続けて、精神的にも疲弊していた。そんな時、私の背後から50代のバイク軍団が現れた。派手な外見をしている者も多く、どう見ても暴走族だった。この当たり屋の仲間なのかもしれない。私の恐怖はピークに達して、倒れてしまいそうになっていた。バイク軍団は海岸の駐車場に駐車して次々と降りてきた。アタリアの彼は北総縁だ。ああ、お前、終わりだわ。決めた。お前を暴走族に引き渡して、ひどい目に遭わせてやる。知らない連中だけど、俺の味方になってくれると思うよ。1000万を請求するのは、その後だ。やめて。おい、こっちこっち。ちょっとトラブルがあったんだよ。助けてくれ。ちょっと、呼ばないでください。早く。私の祈りも虚しく、バイク軍団はこちらに近づいてきた。まるで、アタリアの彼の呼びかけに応えるかのように見えた。先陣を切る男性に、見覚えがあるような気がした。だが、どこで見たのか思い出せなかった。というよりも、思い出す暇などなかった。アタリアは、バイク軍団に嘘の証言をした。この女が俺の車にぶつかってきたんだよ。それなのに外部に連絡するのは嫌だし、弁償するつもりもないとか言ってきて困ってるんだよ。頼むからこの女に分からせてやってくれ。そんなこと言っていません。バイク軍団の総長と思われる男性が口を開いた。ああ、事故があったみたいだな。このワゴン車がお前の車か?そうなんだよ。ひどいだろ?こんなにボロボロになっちまった。見る限り追突事故のようだな。お前のワゴン車が突っ込んだんじゃないのか?俺はただ駐車場に入りたかっただけなんだよ。それなのに、俺の前を走っていたこの車が
何の前触れもなく突然止まったんだよ。ね？この女が悪いよな。お前、嘘つくならもっとまともな嘘つけや。え？俺は何度か事故った車を見たことがあるんだよ。どう見てもお前のワゴン車が前の車に突っ込んだようにしか見えねえ。それも猛スピードでな。正直素人目にも明らかだ。100人中100人がお前を悪いと言うだろうよ。でも俺の車にはドライブレコーダーがついてなくて、俺が悪いってことを証明できる方法はないんだよね。総長の隣にリーゼント頭の男性がいたのだが、その人が私の車をじろじろと見ていった。そして私の車のフロントガラスにドライブレコーダーがついているのを見つけたらしい。総長、こっちの車にはドラレコありますよ。智彦、よく見つけてくれたな。総長はアタリアに向き直った。そんなにお前が悪くないと言うなら、このドラレコを見ればいいんじゃないか。本当に前の車が突然停車したなら、その映像も残っているはずだろ。いや、だからそんな必要ないんだって。どうしてだ。調べたりしなくてもこの女が悪いに決まってるんだって。さっきたまたま知ったんだけど、この女オタクだったんだぜ。オタクだからぼーっと運転してたに決まってる。とにかく早くこのオタク女に自分がしたことを分からせてやろうぜ。お前さ、いい加減にしろや。え？もしこの人が悪いんだとしたら、この人はそれをごまかしたりしない。本当にこの人が原因でぶつかったなら、すぐに弁償すると言うだろうよ。はあ？なんで初対面でそんなことがわかるわけ？俺とこの人は初対面じゃない。え？は？何？お前ら知り合いなの？ああ、俺はずっとこの人を探していたんだ。名前は知らないが会ったことはある。そう言われてなんとか思い出そうとしたのだが、やっぱり思い出すことはできなかった。そもそも暴走族に知り合いはいないはずだ。あの、大変失礼ですが、どこかでお会いしましたっけ？え？俺のこと忘れちゃったの？本当に覚えてない？すみません。総長のそばにいる智彦と呼ばれた男性がニヤニヤと笑った。総長、片思いじゃん。な、そんなんじゃないって。またまた、何年もこの人の話をしてたし、ずっと探していたくせに。なんだよ、うちわで勝手に盛り上がってんじゃねえよ。おい、オタク女、暴走族に知り合いがいることを隠して嫌がったのか？説明しろ。私も何のことだかわからないんです。私がそう言うと、総長は訴えかけるようにこちらをじっと見つめた。思い出してくれよ。5年前俺のことを助けてくれただろ。ほら、バイク事故で頭に怪我を負ったやつの手当てをした覚えはないか？あ、もしかしてあの時の？この5年前、私は看護専門学校に通っていた。祖母が全ての貯金を下ろした上に、年金から学費を出してまで通わせてくれたのだ。だが、その頃から絵を描いて生きることが夢で、学費を出してくれる祖母に悪いと思いながらも、こっそりと海に通って風景画の練習をしていた。そんなある日、海岸の駐車場に来たら、バイクの転倒で単独事故を起こした男性がいた。その時の私はまだ看護師として一人前ではなかったものの、慌てて応急処置を施したのだ。その時の俺は今よりもやんちゃで、親父と大喧嘩をしている時だった。だからどうしてもバイク事故を起こしたと知られたくなかったんだよ。バイクになんか乗っているからだって言われるからな。思い出しました。救急車を呼ばないでって言っていましたよね。ああ、救急車を呼ぼうとしてくれたのに悪かったな。頭から血を流している状態だったのに救急車を呼ぶのを止められて驚きました。
事故のことを言わないでくれたらそれでいいと思った。俺のことは放っておいてくれって言ったんだが、この人はすごく丁寧に応急処置をしてくれた。本当は病院に行かないといけないんですけどね。あの後大丈夫でしたか？この通りだ。おかげさまですぐ治ったから、懲りずにバイクに乗り続けている。あなたは頭から出血していたので、出血量が多かったんです。それで顔が汚れていたから、ほとんど見えなくて。というか、まだ看護師の卵だったのに、目の前に怪我人がいて、ちょっとパニックになりました。ああ、そういえば、一生懸命になってた気がする。だから、さっきあなたを見たとき、なんだか見覚えがあるような気がしたのですが、バイク事故のことを言われるまで、わかりませんでした。ごめんなさい。気にすることじゃねえよ。この人は俺たちの総長なんです。それでずっとあなたのことを気にしていたんですよ。どうしてももう一度会って、お礼が言いたいって。だから、あの時あなたに出会ったこの海岸に、何度も来ていたんです。そういえば、あの時手当てをしたのはこの海岸でしたね。ちょうどこの駐車場で、あなたが倒れていたのはあのあたり。休日はよくここに来るのですが、すれ違っていたのかもしれませんね。友彦、お前、余計なことを言うなよ。恥ずかしいだろうが。だが、ずっと探していたのは本当だ。それで今日やっと見つけたと思ったら、変なのに絡まれてやがる。総長はアタリアの胸ぐらを掴んで睨みつけた。何をするんだよ。思い出話に花を咲かせちまったが、命の恩人にひどいことをしたお前が許せないんだよ。お前、名前は？森田です。そうか。俺は、牛江竜也だ。森田、お前は見たところ、仇じゃないよな。ヤクザか？組はどこだ？いや、あんたらも仇とは言えないだろう。総長は、森田の胸ぐらを掴む手に力を込めた。今にも手を上げそうな勢いだった。聞かれたことだけに答えやがれ。どこの組のものだ？高校組だ。そこで森田が総長の手を払いのけた。自分の組の存在を思い出したことで、ちょっと強気になったのかもしれない。っていうか、合コ組の連中がいれば、お前らなんか怖くねえからな。お、急に強気になったね。再会だかなんだか知らねえが、そんなもんは関係ないだろうが、うちは話はよそでやりやがれ。とにかく俺は、車を壊されたことをどうにかしろって言ってんだよ。ああ、お前、まだそんなこと言ってるの？どう見ても、お前の車が猛スピードで突っ込んだんだろ？この人は悪くない。というか、お前の車だけが壊れたわけじゃないし、弁償するのはお前の方だ。いや、俺はこいつに1000万の修理費を請求するから、なあ、総長さんどうする？どうせこのオタク女には何の力もない。合コ組の俺に味方した方が、後々お前らのためになるぜ。お前には人の心ってものがないのか？恩人を苦しめるようなことをするわけがないだろ。なんだよ、つまり俺とやるってことか？状況、わかってんのか？お前は一人、こっちは50人なんだけど。だから、俺に何かしたら、合コ組が黙ってねえんだよ。それなら仕方ないな。今ここでお前を消してやるか。幸い、1対50ならすぐに勝負がつくだろう。くそ、お前ら卑怯なんだよ。群れないと何もできない小物が。言ってろ、俺は仲間を大切にしている。その仲間と力を合わせるだけだ。それを卑怯だと思うなら何とでも言え。ちっ、ここはお前らの勝ちってことにしておいてやるよ。だが、合コ組が黙ってないからな。逃げちゃう。森田はワゴン車に乗り込もうとした。だが、総長の言葉で、ピタリと動きを止めたのだ。あ、
逃げても無駄だから。俺、豪子組の組長とは昔から仲良くさせてもらってるんだよね。逃げるなら、この後組長のところにお邪魔させてもらうから。そんなはったり。いや、マジっすよ。なんなら、組長と総長が一緒に飲んでいる時の写真、見ますか？智彦はスマホを取り出して、ある写真を表示させた。そこには、組長と思われる男性と総長が、酔っ払って仲良く肩を組んでいる姿が映っていた。うわぁ、俺にどうしろって言うんだよ。外部に連絡しろ。入ってないと思うが、もし保険に入っていれば、保険金が降りるだろう。入ってなかったとしても、きっちり弁償してもらうからな。逃げようとしても無駄だ。総長がいる限り、逃げられると思うな。それから、オタク女だの。失礼な言い方をしたことも含めて、誠意を込めて彼女に謝罪しろ。ほら、頭下げろや。そこで初めて森田が頭を下げた。すみませんでした。車の修理費はお支払いします。失礼なことを言った謝罪がない。あの、オタク女だなんてそんなこと思っていません。言い過ぎました。すみませんでした。森田はもう一度深々と頭を下げた。事態が収束する頃には日が暮れていた。私は帰る準備をする牛絵たちを慌てて引き止めた。お礼を言いたかったのだ。あの、本当にありがとうございました。なんてことはねえよ。命の恩人に恩返ししたまでだ。あ、そうだ。スケッチブックが落ちていたんだが、お前のか？あ、いろいろあったので拾い忘れていました。ありがとうございます。もしかして画家志望とか？はい、なかなか難しいんですけどね。それで何度も海に来ていたのか。そうだ、ここよりもよく海が見える場所がある。今度来るか？え、いいんですか？ふぅ。これが暴走族総長、牛絵と私の再会だった。後日、私はとあるアトリエに足を踏み入れた。牛絵に招待されたのだ。このアトリエすごい。画材もいろいろ揃っていますね。本当にここを使ってもいいのですか？ああ、知り合いのアトリエなんだけど、その人が使わない曜日があるから、その時は自由に使ってもいいとお許しをもらった。ここで思う存分、夢を追ってくれ。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいのか。看護師をやりながら夢を追うなんて、誰にでもできることじゃねえよ。そういうのを応援したいじゃん。それはそうと、車の修理費は振り込んでもらったのか？はい。数十万以上でかなり高額になりましたが、ちゃんと振り込まれたので修理できました。よかったな。聞いたところによると、森田は借金をして何とか払ったらしい。しかも、アタリアみたいなことをしたのがバレて、組から絶縁されたみたいだ。これからどうするんだろうな。そうだったんですね。あの時、牛絵さんが来てくれなかったら、他にも被害に遭う人が出たかもしれません。あの時、牛絵さんに会えてよかった。俺は何もしていない。レーナが頑張ったからだろうが。実は、私は牛絵さんに惹かれていた。だが、まだその気持ちを伝えられずにいた。アトリエを借りられるようになったことで、個展を開いたり、自分の絵を売ったりすることが、少し現実的になった。それらを叶えた時に、思いを伝えたいと、アトリエの鍵を受け取りながら決意するのだった。それと、心正しく生きていけば、どんな境遇にあっても、チャンスは訪れると、誰かに伝えたい。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は匠。俺は、天涯孤独の施設育ちだ。
18歳になった時、施設を追い出され、住み込みの仕事を探して、なんとか食いつないでいる。そんな折、バイトの帰り道に、ヤンキーに絡まれてしまった。お兄さん、ずいぶん疲れてんじゃん。何してたの？え、バイトです。へえ、バイトなんだ。俺たち金がないんだよね。貸してくれないかな。貸してくれと言われても。いいじゃん、バイトってことはさ、家に帰れば親がいるわけじゃん。別に金に困ってるわけじゃないんだろ。親はいないから、貸してあげられるだけのお金はないんだよ。いいじゃねえかよ、別に返さねえとは言ってねえんだし、遊ぶ金だけくれたらいいんだよ。どう見ても返すつもりもないような連中だ。こいつらに渡したら二度とその金は戻っては来ないだろう。なんだよ、疑ってんのかよ。そう言いながら俺の肩に腕を乗せ威圧してくる。自慢じゃないが、俺は喧嘩をしたことがない。こいつらが本気になって拳を振るってきたら、俺はひとたまりもないだろう。だが、財布出してみろよ。財布の中に入ってんだろ。財布は持ってないから。嘘つくなよ。財布を持たずにバイトに行ったってのかよ。そんなわけねえだろ。確かにそんなはずはない。俺もわかりやすすぎる嘘だと思ったが、そうでも言わないと簡単に財布を奪われるだろう。はい、素直に出せよ。何も100万よこせって言ってるわけじゃねえんだよ。財布の中に入ってるやつをくれりゃいいんだからさ。いや、これを渡したら俺が残りの日数飲まず食わずになるから。そんなわけねえだろうが。そうやって嘘ばっかりついてるとエンマ様に舌抜かれるぞ。無神論者の俺にエンマ様と言われても返事のしようがない。というか、こいつらだってそんなものは信じちゃいないだろう。それとも兄さんが俺らと遊んでくれるのか。俺らはそれでもいいぜ。何せ暇してるんだからさ。あの、俺は暇じゃないんで。休憩したらまた仕事だから。何の仕事してんだよ。新聞配達だよ。なんだ、しょぼいことしてんな。新聞配達なんて今時流行んねえじゃん。そうは言われても、これで生活している俺としてはそうですねとは言えない。まあさ、仕事してるんだからさ、金はあるわけじゃん。ないんだよ。だから他を当たってくれないか。俺らはあんたに決めたんだよ。そうそう、今さら他を当たるつもりはねえの。他を当たってほしいならさ、まずは財布を出せよ。本当に困るから。こっちは困らねえって言ってんだろうが。そんなこと言われても。そうか、じゃあこうしようか。別のやつを呼べよ。どうせなら女がいいな。女を呼んでくれたらそれで勘弁してやるよ。なんてことを言い出すんだろう。そんなことができるはずがない。だいたい俺のようなものを助けてくれるために来てくれるような人がいるはずがないんだ。なんだよ、返事がねえな。女の友達くらいいるだろうがよ。俺らが楽しめるならいいんだからさ。そうだよ、あんたが出せねえ金を女に出してもらえばいいだろう。そんな人はいないよ。彼女でもいいぜ。てかよ、あんたの彼女の方が面白そうじゃん。彼女もいないよ。つまんねえ人生歩いてるな。俺もそう思うよ。これだけは同感だ。俺だって彼女でもいたら人生が変わるような気がするんだから。しかし、施設育ちの俺に彼女なんてできるとは思えないのが実情だ。まして金もない寮生活の俺なんだから。あんたかわいそうだな。とか言っても許してやろうなんて思わねえけどな。ほらよ、金を出すか友達を呼べよ。金持ってるやつなら何でもいいんだからよ。そんな人はいないんだよ。じゃあしょうがねえな。
てめえの財布を出すしかねえよな。それも困るんだよ。てめえ、いい加減にしねえと殴るぞ。殴られても財布を出すことはできないし、君たちに貸すこともできないんだよ。あんた間違ってるぜ。殴ったら財布を取るってことだよ。そうなったらもう財布に金は戻らねえよ。だから今のうちに金を出した方が身のためなんだよ。痛い思いをして金まで取られるよりはマシだろうがよ。痛い思いをしたら次のバイトができなくなって、そうなればバイト代も入らねえよな。殴り出したら止まらねえしな。そうそう、やり始めたら最後まで徹底的にやらないとな。中途半端はよくねえよ。そんな。いいねえ、その顔。恐怖に引きつっちゃって笑える。俺としてはちっともよくはない。それどころか何とかしてこの状況から逃げたいと思っているのだ。だがこいつらは俺を逃がそうなんて気は全くないようだ。じゃあ交番に行ってそこで財布を出すよ。バッカじゃん。誰が交番になんて行くんだよ。そんなところに行けば俺らが捕まるじゃんか。マジバカ。それで、はい、じゃあ行きましょうか、なんて言うと思ってんのかよ。思ってはいない。そんなことがあるならば、俺としてはラッキーだが、でも、なんとかしないとならない、俺の苦肉の策だったわけだ。面白いな、あんた。でも、残念でした。ありえねえよな。そんなことに乗るほど、俺らもバカじゃねえんだわ。ほらよ、財布を出せよ。もういい加減にしねえと、そろそろ拳がうずき出してんだからよ。殴られるか、財布を出すか、早く決めろよ。そんなことを言っても。俺は心の中で叫んでいた。巡回のおまわりさんが来てくれるか、誰かが見て警察を呼んでくれるか、どちらでもいいから誰か助けてくれ。しかし、いくら叫んでもその声が通じるわけはなく、はたから見たら友達同士が話しているようにしか見えないらしい。通りすがりの人は誰も見向きもしてくれないのだから。頼むよ、本当にこの金を渡すことはできないんだ。頼まれてもな。じゃ、俺らからも頼むわ。金貸してくれよ。何を言ってもダメなのか。殴られるか、それとも10日ほどを水だけで過ごすか。殴られて仕事ができなくなるくらいならば、水だけで過ごすことを選んだ方がいいのかもしれない。ほらほら、いい加減覚悟を決めろよ。ほらよ、殴られたくなかったら金出せよ、このガキ。どちらかといえばお前たちの方がガキだろう。そう言い返したいのを我慢して、俺は胸ポケットに手を入れた。この中にあるのは財布だ。これを差し出せば全てが終わる。こいつらとの関係もそれで終わるわけだ。俺は覚悟を決めて財布を出そうとしたその時だった。ヤンキーたちの背後から近づいてくる者がいた。それは全身に入れ墨をしたランニング姿の男たちだった。見るからに異様な姿に、これはヤバい連中だとすぐに察することができた。もしかしたらこいつらの仲間なのか。そう思った俺はもう助からないと覚悟するしかなかった。そんな俺の視線を見たヤンキーは自分たちの背後へと視線を向けた。その途端顔色が変わった。なんだよあれ。ということはこいつらの仲間じゃないってことか。入れ墨の男たちがヤンキーの背後で止まった。なんだよあんたたちは。入れ墨の男がヤンキーを払いのけるようにどかすと、一番後ろを歩いてきたスーツの男三人が目の前に出た。そのうち一番貫禄のある男が俺の前に来ると、兄ちゃん待たせたなと声をかけてきた。待たせたなと言われても待っていた覚えはない。だがその顔にはどこか見覚えがあった。そう、あれは俺が養護施設から追い出され
行くあてもなくさまよっていた時だ。財布には1万円があるだけで、それを使ってしまったら生きていけないという切羽詰まった状態だった。俺は住むところもなく、仕事を探さないとならないという苦しさに苛まれながらも、まずは空腹を満たそうとコンビニに入った。安くて腹持ちのいいものをと探し、一つの商品を手にレジへと進んだ。するとレジにスーツ姿の貫禄のある男性が必死にポケットを探っていたのだ。カウンターの上には大量の弁当がカゴに入れて置かれていて、それを購入しようとしていることは明らかだ。一旦家に帰るかと思われたが、時間もないらしい。時計を見れば確かに昼近くだ。きっと誰かに届けるためのものだろう。そう思った俺は声をかけていた。どうしたんですか？ああ、どうも財布を落としてしまったらしくてね。この弁当を届けてやらないと、みんな飯が食えないんだが、金がなくては買えない。困っているところだ。そうですか。それは大変ですね。そうだ、あんちゃん。1万もあれば足りるんだが、貸しちゃくれねえか？え？俺は固まった。1万を貸したら、今手に持っているものも買えなくなる。そうなれば、この先食べることもできずに、どうやって生きていったらいいのかもわからない。ちゃんと返すからよ。頼むよ、兄ちゃん。ちゃんと返すと言われても、見ず知らずの人に貸したものが返ってくるとは思えない。今までだって人に貸して返ってきたことなんてないのだ。だが今どうしても必要だというこの人に、この1万円を渡した方がきっと価値がある。そう思った俺は財布から1万円札を取り出すと、スーツの男性に差し出した。どうぞ。おお、ありがとう。すまねえな。男性がレジをしている間に、俺は手に持っていたものを商品棚に戻した。そして外へ出たのだが、空腹なのは変わらなかった。そこでコンビニ脇にあった水道水を喉に流し込んでいた。兄ちゃん、ありがとうな。この借りは必ず返すからよ。本当に帰ってくるのだろうか。いや、答えはノーだろう。それでも俺は笑顔で、はいと答えた。名前を教えてくれるか？それと連絡先だな。連絡先がないと返しようがねえ。名前は匠です。住所は？施設を出たばかりで住むところは決まってないんです。そういうことかい。仕事は？住み込みの仕事を探してるんですが、まだ決まってません。当てはあるのかい？この先の新聞店で募集の張り紙があったので、そこに行ってみようと思ってます。そうかい、頑張れよ。応援してるからな。どうやって応援するつもりだろうか。たまたま行き合っただけの人に応援すると言われても、そんなものが信じられるはずはない。そう思った俺だったが、あの頃の俺はひねくれていたのかもしれない。そうは言ってもどうして再会することがあるのだろうか。ありえない偶然に俺は驚きを隠せなかった。兄ちゃん、あの時はありがとうよ。礼をさせてもらうぜ。そう言うとヤンキーたちに向かって怒鳴り出した。おい、てめえら、俺の恩人に何してくれとんじゃ。え、恩人？おい、てめえ、どういうことだと聞いてんだろうが。どう言って？てめえらはこんなところでカツアゲなんかしやがって、ここが伊藤組の縄張りだと知ってのことか？え、伊藤組？いや、知らねっす。そんなことも知らねえでふざけた真似をしてくれてんじゃねえか。すいません、伊藤組の縄張りとも知らずに。二度とすんじゃねえぞ。次にこんなことしてるのが分かったら、てめえらボコボコにされると思え。はい、すいませんでした。そっちの兄さんにもしっかり謝りやがれ。すいませんでした。そう言うとヤンキーたちは逃げていった。俺は心の声が
こんな形で通じたのかと思ったが、それにしても相手はヤクザだ。ありがとうございました。助かりました。でも、伊藤組さんだったんですね。脅かして悪かったな。俺は伊藤組の組長だよ。組長さんが、なんで？どうしてすぐに助けに来れたかってことか？もちろんそれもある。俺は言ったはずだ。応援するからってよ。嘘はつかねえよ。だからあれから困ったことがあれば助けようと思って若いのあんたのそばに置いといたんだ。勝手に見張らせてたことは謝るよ。すまなかった。いえ、そのおかげで助かりました。これで助けてもらえず財布を取られていたら、残りの10日間を飲まず食わずで働かないとならなかったので。そうかい、そいつはよかった。兄ちゃんはよく頑張ってるもんな。慣れない新聞配達に勧誘の仕事、先輩に怒られてもへこたれずによく頑張ってるよ。どんなに辛くても歯を食いしばって笑顔を忘れねえ。なかなかできるもんじゃねえや。これはあの時借りた金だ。ちゃんと金利も入ってるからよ。受け取ってくれ。そう言って出された封筒、まさか帰ってくるなんて思ってもいなかった俺は喜んで受け取った。中を確認してもいいですか？ああ、もちろんだ。金額が違ってたら底辺だからな。そう言われて中を見ると、そこには貸した以上の金額が入っていた。これ多すぎますよ。いくら金利が入っているとは言ってもこんなにはもらえません。あんちゃん、多い分は俺の気持ちだ。でも、こう言っちゃ申し訳ねえがよ。あの時あんたの財布には1万しか入ってなかっただろう。そいつを俺に貸すには勇気がいったはずだ。しかも俺に貸した後で、あんたは手に持っていた食い物を棚に戻していた。外に出てみれば水道の水を飲んでたじゃねえか。その時俺はそういうことかと合点が言ったんだ。どんな思いであの金を俺に貸してくれたのか。もしかしたら帰ってこねえだろう金だ。それを貸してくれたんだ。そういうあんたの気持ちが嬉しいじゃねえか。世の中捨てたもんじゃねえってつくづく思ったよ。だからよ、このくらいの見返りがあっても当然なんだよ。いいんですか？こんなに。いいんだよ。これからもあんたが困ったら俺は守ってやるよ。だからよ、しっかり働けよ、あんちゃん。ありがとうございます。突然の収入に喜びはしたものの、まさかこんな形で戻ってくるとは思っていなかった。俺は何度も頭を下げると、組長と別れたのだった。それから1ヶ月ほどは平和な日々だった。このまま新聞配達を頑張ってボーナスをもらえるように頑張ろう、そう思っていた。ところが俺のそんな気持ちとは裏腹に、ヤンキーたちに襲われるというとんでもないアクシデントに見舞われたのだった。はい、新聞の兄ちゃん、この間はよくもヤクザなんか呼んでくれたな。え、あれは呼んだとかじゃないんだけど。呼びもしないで来るかよ。そうは言われても。お前のせいで面白くねえんだよ。仲間には笑われるしな。だからてめえをボコボコにしてやるよ。ちょっと待ってくれ、俺は何もしてないじゃないか。そんなの知るかよ。てめえがヤクザなんかと仲良くしてんのがおかしいんだろうが。自業自得なんだよ。そんな。そう言うとヤンキーたちは自転車に積まれた新聞を破き始めた。やめてくれ、お客さんが待ってるんだ、破かないでくれ。うるせえ、客なんか知るかよ。止めようとした俺は拳を顔面に受け、その場に倒れてしまった。さらに腹部を蹴られ息ができない状態だ。それをせせら笑いながら残りの新聞も破いていく。あたりには破られた新聞が散らかり、風に飛ばされていった。やめてくれ、破かないでくれ。止めようとヤンキーの足にしがみつくが、踏みつけられ蹴られ、俺はあまりの痛みに
意識が遠のくのを感じた。その時、遠くからパトカーのサイレンが聞こえ、止まるとヤンキーたちが逃げていくのが分かった。どうやら誰かが通報してくれたようだ。俺はまだ破かれていない新聞をかき集めようと、血を吐い、新聞を手にしたが、そこで力が尽きたようだ。気がつくと、病院のベッドの上だった。体中が痛く、呼吸ができない。看護師がそばで、点滴の状態を確認していた。俺はどうして病院にいるんですか？あ、目が覚めましたね。ひどい目に遭いましたね。ヤンキーに暴行されて救急車で運ばれてきたんですが、肋骨が折れているのでしばらくは入院になりますよ。だから呼吸がしづらいんですか？そうですね。かわいそうにという表情を浮かべる看護師に、俺は小さく笑ってみせた。その時、病室のドアが開き、組長が入ってきた。あんちゃん、どうだい？肋骨が折れていると聞いたが、大丈夫かい？組長。すまなかった。若い奴に見張らせてたんだが、ちょっと目を離した隙にやられたらしい。本当に申し訳ない。いえ、組長のせいじゃないですよ。俺が弱いから、しょうがないんです。それにしても、あの野郎ども、一生懸命働いてる人の邪魔をしやがって、許せねえガキどもだ。そうですね。それもあるけど、新聞が。あんちゃんが配ってたやつか？はい。新聞を待っていたお客さんが困っただろうなと思うと、それに、新聞店の店長にも申し訳ないことをしました。それはどうしてだ？これは事故じゃねえか。新聞が破かれて、新聞店が損害を受けたわけですから、それに、お客さんへの信用も落ちたでしょうし、これじゃ治ってもクビだろうな。そういうことが。よし、わかった。俺にすべて任せろ。あのクソガキどもは、二度とあんちゃんに手出しできねえようにしてやる。あんちゃんは、とにかくその怪我を治すことだけを考えろ。そう言うと、大きな果物かごを置いて、病室を出て行った。それから俺は、ベッドから動けない生活となったが、徐々に回復していくと、職場復帰を考えるようになっていった。とは言っても、新聞店に迷惑をかけたわけだから、果たして職場復帰ができるかどうか不安があったのだが、とにかく店長に謝ろう。迷惑をかけたのは確かなんだから、謝って許してもらわないと。仕事をクビになれば生活ができなくなるのだ。それどころか、入院費だってどれほどかかるか分かったものではない。俺がそんなことを考えていた頃、俺に任せろと言った言葉通り、組長はヤンキーのことを調べてくれていたらしい。そしてどこのヤンキーグループなのかを突き止めると、そいつらのアジトへと出向いていったという。俺は伊藤組のもんだ。新聞配達をボコった奴がいると聞いてきた。なかなか見事だから、どんな強え奴がやったのか、顔を拝みに来たんだが。組長は、入れ墨集団を連れて、乗り込んだという。すると、ヤンキーどもは、ヤクザに褒められたと思い込み、俺らがやった。その場にいた全員が名乗り出たそうだ。そうか、すげえじゃねえか。なかなかヤクザであんなことはしねえよ。そうだろ？立派なグループじゃねえか。この辺じゃ、俺らのグループを知らねえ奴はいねえんだぜ。なるほど、そうか。実はな、俺の恩人を病院送りにしてくれた礼をしに来たんだよ。え？ヤクザにも引けを取らねえ汚ねえやり方だってことだよ。そんなもんが許せるからよ。おい！組長が一声かけると、入れ墨軍団は大暴れを始めた。なんだよこれ。お前らが僕殴りにしたのが俺の恩人だってことは知っててやったんだろうが、二度とあの人に近づけねえようにしてやるよ。やめろ。やめろと言われても、組長の号令がかかった今、やめる者はいなかった。暴れるだけ暴れ。
メンバー全員が倒れたところで組長が言った。この中で頭は誰だ？誰が俺の大事な恩人をボコ殴りにしやがった？もちろん誰も返事をしないのだ。そこで一人一人髪の毛をつかみ持ち上げる。その度に、てめえが？と聞き、とうとう犯人を見つけることに成功した。そうか、てめえか。これから楽しい楽しいところに連れて行ってやるよ。いいか、覚悟しろ。てめえの根性叩き直してやるからよ。すいませんでした。お願いします、助けてください。うるせえよ、誰が許すかよ。お前ら、このグループは今日をもって解散だ。お前らは全員伊藤組の配下に置く。え、俺らヤクザになるってことか？バーカ、なれると思うか？二度と悪さができねえようになるってこったよ。覚悟しやがれ。そう言うと、主要メンバーの三人を組事務所へ連れて行った。三人は地下室へと引きずられると、組長が不敵な笑いを浮かべた。てめえら、俺の恩人をよくもだいぶいたぶってくれたな。同じ目に合わせたんじゃつまらねえ。どうしてほしい？そう言って、足に棍棒を突き立てた。痛い。やめてくれ。あの兄さんがどれほどやめてくれと叫んでも、てめえらはやめなかったよな。それは。おい、バカバカにして、根性叩き直せ。嫌だ。やめてくれ。痛い。どんなに悲鳴を上げようと、その制裁が止まることはなかったそうだ。なんだよ、このくらいで気絶してんじゃねえよ、バカが。根性なしがよ。おい、水。組長がそう言うと、バケツの水が顔面めがけて勢いよくかけられ、意識を取り戻した三人は這いつくばって謝った。すいません、本当にごめんなさい。もうしないので許してください。お願いします。そうかい、じゃあ新聞配達の兄さんへ慰謝料払ってもらおうか。慰謝料？それとも二度と上がってこれない海に沈みたいか？いえ、払います、払います、払わせてください。よし、いい子だ。一人3000万だ。美大一門負けねえぞ。3000万、そんな金あるはずねえよ。心配すんなよ、借りるところならあるからよ。おい、組の金貸しで借りさせろ。一人3000万貸してやるからさ。金利は即一と一だ。しっかり働かねえと、すぐに決議に火がつくぜ。即一って、この段階で一人300万の金利。そうだ、わかってんじゃねえか。10日で300万。1ヶ月もしたら金利だけで1200万だ。無理だ、そんなの払えない。だったらいい仕事を紹介してやれよ。本気で働けば、こんなのはすぐに返せるぜ。やります。そうか。じゃあ、身分証明書を出せ。仕事は信用が第一だ。そう言うと、身分証を出させ、写真を撮った。もう逃げられねえからな。どんな仕事ですか？大したことはねえよ。電話するだけの簡単な仕事だ。ただし、ヘマこいたら、殺に捕まるのはてめえらだ。それって、やばいんじゃ。ご名答。嫌だ。そんな仕事は、嫌だ。うるせえんだよ。おい、連れて行け。嫌だ。どんなに嫌だと叫んでも、周りは笑うだけで、結局連れて行かれたそうだ。そんなこととは知らない俺は、せく心を抑えながら、入院生活に耐えていた。ヤンキーに襲われ、新聞は破かれ、クビになるのは疑いようもない。さすがにそれを思うと、気持ちは落ち込み、暗くなる。だが、何にしても、一日でも早く怪我を治して復帰するか、もしくは仕事を探すしか方法はないのだ。退院したら、すぐに謝りに行かないとな。許してくれるかどうかわからないけど、できることをやろう。そう自分に言い聞かせていた時、新聞店の店長が見舞いに来てくれた。店長、すいませんでした。
俺のせいで新聞を配ることができませんでした。店にもお客さんにも迷惑をかけました。大丈夫だよ。お客さんには事情を説明したし、損害もそこまででかくはないから気にするな。これは首ですかね。何言ってんだよ。これは事故のようなものだろうが、事故で首になってたらみんな生活できないだろう。そうですが、でも新聞も破かれちゃったし。ああ、そうそう。拓也くんは伊藤組の組長と仲がいいのか。さすがにヤクザが訪ねてきた時は驚いたけどね。拓也くんのことを本当に心配していたよ。組長が店に？ああ、それでね、新聞の損害金だと言って、100万と迷惑料だと言って、200万をくれたんだ。もちろん断ったけど、どうしても受け取ってくれ。それで匠くんを首にしないでやってほしいと、懇願されたよ。いい人だね。まさか、組長がそんなことをしてくれているとは思いもしなかった。さらには、退院する時のことだ。長く働いていなかった俺は、入院費をどうしたものかと悩んでいた。そのため、ヤンキーにやられる前に働いた分が入金されているかと、通帳を記帳してみたのだが、なぜか通帳には5000万円が入金されていたのだ。よく見てみると、振込先が伊藤組とあった。すぐに電話してみると、組長が出て、ヤンキーから分取った慰謝料だという。あいつらから慰謝料を取ったから、それがあんちゃんの取り分だ。これからもしっかり働けよ。俺はありがたすぎて涙が出た。退院した俺はすぐに組長に挨拶に行ったが、組長は元気になった俺を見て本当に喜んでくれた。あれから10年、俺も結婚して自分で新聞店を経営している。今では俺の息子を孫と言い、喜んでくれる組長とは酒を飲むほど仲がいい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前はまなみ。最近隣に越してきた人が自分はヤクザだと豪語している。とんでもないのが越してきたとは思っていたが、さらにとんでもないことは我が家の敷地に勝手に車を止めることだ。そしてその日も庭先に堂々と車を止めているのを見た私は、さすがに文句を言ってやろうと待ち構えていた。木村さん、こんにちは。車を取りに来た隣の旦那さんに声をかけたのだが、相手はうさんくさそうに私を見て威嚇してきた。あ、なんだてめえは。なんだと言われても、私はこの家のものです。この家の？木村はちらりと家を見て、また私に視線を戻したが、だからなんだと言わんばかりだ。ここに車を止められると困るんです。俺は困らねえよ。そちらは困らなくても、うちは困るんですよ。ここはうちの土地ですから。お前の土地？ええ、うちの敷地なんですよ。わからなかったですか？そうだな、止めてほしくないならしっかり門をつけて鍵をかけておくんだな。確かにうちの庭は全面フリーになっていて、垣根もなければ塀もない、まして門なんてものもない。というのも、たくさんの客が来ることからどこに駐車してもいいようにしてあるのだ。さすがにそれはできませんけど、でも道路からこっちはうちの敷地ですからわかると思うんですけど。わからねえな。木村さんのところも庭に車を止めるだけのスペースがあるんだから、自分のところに止めてください。俺がどこに止めようと俺の勝手だろうが。
止める場所は自分で決めても、それが他人の敷地となれば問題じゃないですか？俺は全く問題だとは思わねえよ。止めるところは俺が決めるんだ。どこに止めようと俺の勝手だ。自分の土地ならばいいでしょうけど、他人の土地となればそれは違法行為ですよ。違法？法律が何だってんだよ。そんなに文句があるならどかせばいいだろうが。どかすとかって、ま、人のものを勝手にどかせばそれも違法行為だけどな。どうやら勝手にどかすことができないと分かっていてやっているようだ。とにかく迷惑なんですから、ここに止めないでください。俺はここに止めるって決めてるんだよ。これで話は終わりだ。終わりませんよ。冗談じゃない。どうして自分の庭に止めないんですか？止めてるだろうが、女房の車をよ。てめえの穴は、牛穴なのか？だから、そうじゃなくて、庭に2台止めればいいってことですよ。2台も止めたら、庭が狭くなるだろうが、そんなせせこましい生活はしたくねえんだよ。お前のところは庭も広いんだ。文句を言うほどのことはねえだろうが。そうはいきませんよ。主人だって勝手に車を止められたら困るって言ってるんですから。だったら旦那に文句を言わせりゃいいだろうが。それともてめえの旦那は俺様が怖くて文句が言えねえのか？怖いって、そんなことはないでしょうけど、というより、うちの旦那が出てきたら、それこそ木村さんが困ると思いますよ。そんなことがあるかよ。俺を誰だと思ってんだよ。ヤクザだって言いたいんですよね。それは知ってますよ。この辺の人はみんな知ってます。でも木村さんがヤクザだろうがなんだろうが、そんなのは関係ないんですよ。てめえ、ヤクザがどんなもんか分かってねえのか？俺様に逆らったら仲間が来ててめえの車をボコボコにするからな。そうですか。そんなことをしたら器物破損の罪で捕まるのは木村さんですよ。今時のヤクザならば法に詳しいし、そんなことくらいで刑務所に入るなんてくだらないことはしないでしょう。何？ヤクザだといえば何でも通るわけじゃないんですから、さっさと車をどかしてください。なんだこのアマ、俺に歯向かおうってのかよ。歯向かうつもりはないです。ただあなたの車が迷惑だと言っているんです。それが歯向かうってことだろうがよ。てめえ、本当にそんなことを言ってていいのかよ。仲間を呼んで、てめえの車をボコボコにするって言ってんだろうがよ。それはさっき聞きましたよ。同じ話になっちゃいますね。うるせえ。俺は出かけるんだ。さっさとそこをどけ。じゃあ、帰ってきたらここには止めないと約束してください。そんな約束できるか。この場所がうちから一番近いんだからよ。自分の家の庭の方が近いでしょうに。確かに2台止めるには狭いとは思うけど、でもここには止めないでください。どうしてもと言うならば。どうしてもって言ったらなんだよ。警察でも呼ぶか？その手もありますね。そんなもんを怖がると思ってるのかよ。ほら、そこどけ。だから、これじゃ水かけ論ですよ。ここに置かないと約束してくれないと、最終手段に出るしかなくなるじゃないですか。それはしたくないから頼んでるのに。なんだよ、最終手段ってのは。てめえは俺を脅そうってのか？女のてめえに俺が脅せると思ってるのかよ。
本気でそんなことができるならそれもありだろうけどよ、できるわけねえだろ。ヤクザ相手に舐めたこと言ってんじゃねえぞ。それこそてめえの家族が痛い目に遭うことになるぞ。てめえの家はガキがいるよな。俺に逆らうとガキが元気に帰ってこれなくなるからな。はあ、今度は家族に危害を加えるという脅しに出てきましたけど、そんなのは通用しませんよ。木村さんのところにだって子供がいるんですから、同じ条件じゃないですか。同じ条件でもやることが違えんだよ。てめえは手出しできねえだろうがよ。俺はてめえの家族を壊すことくらい簡単にできるんだよ。だから俺様に逆らうなって言ってんだよ。わかったか？そんなくだらない脅し。わかりました。じゃあここに入れないように柵をつければ問題解決ってことですね。何？この場所が好きなんですよね。でもこの場所はうちの敷地です。しかも柵も何もないのがいけないというのなら、柵をつけて入れないようにします。そうすればここには止めないということですよね。ああ、てめえまだわかんねえのかよ。俺はここがいいって言ってんだ。柵なんかつけたらただじゃ置かねえからな。ただじゃ置かないっていくらか出してくれるんですか？そんなわけねえだろうが。俺を舐めるのも大概にしやがれ。舐めてるわけではなくて、ただ止めないでくださいって言ってるだけですよ。てめえ、岡田組ヤクザの俺に文句あんのかよ。これ以上ぐちゃぐちゃ言いやがると組長が黙っていねえぞ。岡田組？ああそうだ。どうだ、ビビっただろう。ビビることはないけど、岡田組の組員だというのなら話は違ってきますね。おとなしくしている必要もないでしょうし。何がおとなしくしてる必要もねえんだよ。俺様をビビらせるつもりならそう簡単にはいかねえからな。ビビらせようとなんてしてません。そう言った私はスマホをタップし、家の中でくつろいでいるはずの夫に連絡した。出てきてくれという私の言葉に理由も聞かずに今行くという夫。どうした？お隣の木村さんがね、岡田組の組員なんだって。そう言われた夫は相手をじっと見た。そして次の瞬間大爆笑だ。何を笑ってやがる？いやーすまねえ。岡田組というが、俺はてめえを知らねえと思ってな。てめえが俺を知ってるはずがねえだろうが。俺だっててめえなんか知らねえんだからよ。変だな。お前が岡田の組員なら俺を知らねえはずがねえんだが。てめえはそんなに有名人なのかよ。ヤクザがてめえのようなリーマンを知るはずがねえだろうが。リーマン？俺がか？俺がサラリーマンなのか？またしても大爆笑だ。そりゃそうなるだろう。何がおかしいんだよ。俺が笑わずにいられるかよ。なんでだよ。俺が岡田組の組長だからだよ。何言ってやがる。てめえが岡田の組長のはずがねえだろうがよ。本当のことだからしょうがねえよな。てめえ、よりにもよって岡田の組長を語るとはいい度胸じゃねえか。だいたい岡田の組長はもっと太ってんだよ。痩せたんだよ。なわけねえだろうが。ねえもクソも、痩せたんだからしょうがねえだろうが。なんで痩せる必要があるんだよ。コレステロール値が高かったからだよ。健康志向かよ。家族がいるんだから当たり前だろうが。ヤクザだって家族が大事なんだよ。嘘だな。本当にヤクザなら
そんなことは考えねえよ。アホか。アホじゃねえ。そうかよ。とにかくここは岡田組の組長の敷地だ。命が惜しかったらこんなところに止めるな。リーマンの癖しやがって偉そうに。俺がどこに止めようと俺の勝手なんだよ。さっきからこればっかりなんだけど。そうか、あまり頭がいいとは思えねえな。何？組長を語ってるだけのリーマンの癖しやがって。お前こそ岡田の組員を語ってんだろうが。今回は見逃してやるからさっさと出ていけ。何が見逃してやるからだ。てめえこそ語ってっと大変なことになるからな。そうがよ。まったくうるせえやつだな。いいか、次にてめえが止めてるのを見たら、その時はただじゃおかねえから、その覚悟で無断駐車するんだな。くそ、リーマンのくせに態度がでっけんだよ。うるせえよ。さっさと車を持って行けって言ってんだよ。ちくしょう。木村はやたらと悔しそうに車に乗っていなくなった。これでもう止めないだろうと思っていたのだが、木村は家に戻ると妻の紗恵子に向かってイライラをぶつけたらしい。はい。あれ？出かけたんじゃないの？出かけようと思ったら隣のやつに邪魔されたんだよ。邪魔されたって何よ？とかせと抜かしやがる。しかも向こうの旦那が自分は岡田の組長だとか抜かしやがるんだ。本当に組長なの？んなわけあるか。岡田の組長なら太ってるはずだ。前に写真で見ただろう。そうだよね。写真で見た組長はがっつり太っててかなりの貫禄だったよ。それでそいつは痩せてるってこと？ああ、しっかり痩せてたよ。しかもコレステロール値が高いから痩せたとか、ヤクザだったら絶対に言わねえようなことを抜かしてやがる。あははは、バカじゃんそいつ。ヤクザがそんなの気にするはずないじゃん。俺もそう言ったんだが、自信たっぷりなんだよ。話しててもムカつくやつだ。一体どんなやつなのさ。どう見てもリーマンだよ。あれでスーツでも着てりゃ誰も疑わねえリーマンだ。リーマンがヤクザのあんたを怖がらないっての？そうだよ。それどころか余裕ぶっこいてんだ。いい度胸だね。いい度胸とかじゃねえよ。俺は気に入らねえ。きっとヤクザのふりをしているだけでしょ。ああそうだろうな。だが俺のことをバカにしやがったんだ。なんとかやり返せねえかな。やり返すったって。ギャフンと言わせねえと気が済まねえんだよ。だったらさ、一台じゃなくて二台止めたら？二台？そうだよ。私の車も止めるんだよ。今まではちょっと遠慮してやってたけどさ、二台止めて何を言われてもどかさないのさ。そのくらいじゃギャフンとは言えねえぞ。だったらガレージに止めてやろうよ。あそこの家のガレージは3台入るようになってるんだよ。いっつも隣の夫婦が高級車を入れてて、その他に1台でっかい高級車が入ってんだ。多分でっかい高級車が家族で出かける時のやつで、他の2台があの女と旦那のでしょ。ああそうだろうな。だからあそこにうちらの車を入れて、ついでにあの高級車に傷をつけてやろうよ。なるほど。自分たちの高級車は雨ざらしになって、でかい高級車は傷がつくってことか。どうせならサイドミラーを壊してやるか。動かせないようにボコボコにしてやるってのもいいかも。誰がやったかなんてわかんないんだからさ。そうだな。ガレージのドアが開いてる時にやってやるか。時々開いてるからさ、
その時が狙い目だよ。よし、文句を言ったら言い返してやる。そうだよ、ヤクザに文句を言ったらどうなるか思い知らせてやろうよ。ああ、目にもの見せてやるぜ。まさかそんな悪巧みをしているなんて思ってもいなかった私たちは普通に生活を送っていたのだが、ことが起こったのはそれから数日後だった。買い物に出かけていた時のことだ。ガレージのドアに鍵をかけずに出たのだが、戻ってみるとドアが半分ほど開いていた。おかしいと思った私は、ひとまず車を庭に停めるとガレージを覗いてみた。するとそこには隣の車が2台しっかりと止まっていた。なんでここに、困り果てどうしたものかと考えていたが、そうか、止めるなと言ったから嫌がらせに2台止めたってことか。どこまでも幼稚だなあ。それにしてもガレージに入れられたのは困るな。さすがにこんな高級車を雨ざらしにはできないし。そう思っていた時、一番大きな高級車に目が止まった。なんとサイドミラーが壊れてぶら下がっているのだ。さらにはフロントガラスが割られ、ボディはへこんでいる。確実に誰かにやられたということだろう。これはありえないと思った私は、写真を撮ると隣へと怒鳴り込みに行った。木村さん、うちのガレージにどうしてお宅の車が止まっているの？さあ、あそこに入りたかったんじゃないの？車が勝手に入るはずないでしょ。私が入れたって証拠でもあるの？あなたが入れなかったら誰が入れるのよ。知らないわよ。忙しいんだから変な因縁をつけないでくれる？因縁じゃないでしょ。車をどかしてよ。今は使わないんだよ。だからどかす必要はないね。それに空いてたんだからさ、ドアもスペースも。他の車を入れても問題はないってことじゃないか。問題があるからこうして来てるんでしょ。広い庭があるんだからそっちに止めればいいだろう。うちの車は高級車なんです。雨ざらしにしたくないからガレージを作ってるのに、どうしてあなたの家の車を入れなくちゃならないのよ。知らないね。それにあなたでしょ。うちの一番大きな高級車を壊したのは。ああ、何のこと？ガレージが空いてたんだからさ、誰かがやったんじゃないの？これ見ようがしにあんな高い車に乗ってるんだから、そりゃあ根に持つ人もいるだろうさ。今までそんな人はいなかったわよ。やった証拠もないのにうちのせいにするつもり？いい根性じゃん。ヤクザのうちらにそんな言いがかりをつけてくるなんてさ。ヤクザヤクザって言うけど、うちの旦那もヤクザだってこの間言ったでしょ。しかもお宅の旦那が岡田組なら、うちの旦那は岡田の組長だって。ああ、はいはい、そういえばこっちがビビると思ってるんだろ。そんなのちっともビビらねえよ。お前の旦那なんてどう見てもそこらのリーマンだろうが。あれだけの高級車に乗ってるってことはちょっとは地位のあるリーマンなのかもだけど、そんなのうちらには関係ないんだよ。もう何度言ったらわかるのよ。とにかくあそこには止めないで。関係ないって言ってんだろ。あんたが他のところに止めれば済むんだからさ。ヤクザを怒らせると怖いってことを身に染みて知るべきだね。ヤクザを怒らせたら怖いってことはよく知ってるわよ。そんなことよりも車をどかして。あの壊した高級車も弁償してもらうからね。うちがやったって証拠もないのにどうして弁償する必要があるんだよ。まずは証拠を持ってきてから言いなよ。
証拠なら防犯カメラに映ってるはずよ。そのカメラが壊れてたら証拠にならないけどね。まさか防犯カメラまで壊したの？さあどうかな。なんて人なの。そんなことして犯罪だってことがわからないの？証拠がなけりゃ犯罪を立証することはできないだろうが、残念だったね。そう、ここまで言ってもそんなことを言うんだ。怒った？怒ったんだ。今の妻が怒ったところで全く怖くないけどね。そう、もういいわよ。後悔することになるけど、もうしょうがないわよね。隣人だから穏便に済まそうと思ったけど、もう無理。何を言ってもどうにもならない最後に、私は我慢の限界を超えた。できることなら手荒な真似はしたくはなかったが、何を言っても動じないのだからしょうがない。そう思った私は夫に連絡したのだった。するとすぐに帰ってきてくれた夫はガレージにある車を見て、ここまでするってことは覚悟の上だろうな。多分そうだと思うけど、文句を言っても拉致が開かないし、こっちを馬鹿にしてくるし。どうか、おい、出かける支度をしろ。どこに？お前は子供たちを連れて実家に戻れ。隣から連絡が来たら、今は旅行中だから戻ることはできないと答えろ。わかったな。あなたは？俺か？そう言うと、夫はにやりと笑った。その翌日、夫が言っていた通り、隣の紗恵子から連絡があった。どうなってるのよ。なんで誰もいないのよ。ガレージが開かなくて車が出せないじゃないのさ。ガレージに止めているんだもの。こういうこともあるわよね。すぐに開けに来い。無理よ。旅行中なの。しばらくは戻らないから、ガレージはそのままね。ガレージの鍵は？どこかに鍵を置いてあるんだろう。鍵は旦那が持ってるの。旦那が持ってる？旦那は？あんたの旦那も一緒なのかよ。旦那は仕事よ。泊まり込みでね。会社にいるってこと？そうよ。じゃあ旦那を呼べよ。旦那が来てガレージを開けさせればいいだろう。戻っては来ないわよ。忙しい人だから。だったら会社の住所を教えろ。会社に乗り込んで行ってやるよ。ヤクザが会社に乗り込んで行ったら困ることになるだろうけど、こんなことをしたんだから、うちらは知らないからな。あら、いいわよ。じゃあ住所を教えるからどうぞ。そう言って住所を教えると、私は組事務所にいる夫に連絡した。これは予定通りの行動だ。組事務所の住所を教えればきっと行くだろうから、そこで夫が待っているという筋書き。その通り木村夫妻は組事務所へと出向いていった。だが事務所に着けばこの先待っていることが想像できて逃げるだろう。だからこそ夫に連絡しておいたというわけだ。夫はというと、若い衆を事務所の前に待機させ、木村夫婦が来たら有無も言わさず事務所に連れて来いと命じていた。え、嘘だろ。本当に岡田組の組長なのかよ。信じていなかった二人は真っ青になっていたそうだ。よう、待ってたぜ。これは本当のことでしょうか？何がだ？そのドラマのセットとか。何ふざけたこと抜かしてんだよ。俺は言ったはずだ。岡田組の組長だってな。そうなんですか？てめえこそ本当にヤクザなのかよ。うちの夫の人間じゃないことは確かだな。すいません。紗恵子が強い男が好きだというのでヤクザだと言っていました。それとヤクザと名乗ればみんな黙るからってのもあります。ああ、
そんなことで岡田組を名乗ったってことかよ。ええ、まあ。なんでうちの組を岡田った？引っ越してくるまでは他の組の名を名乗っていたんですが、こっちに来て一番でかいのが岡田組だったので、名乗らせてもらいました。ふざけた野郎だな。すいません。二度としないので、今回はご勘弁願えないでしょうか。ふざけた上にヘラヘラしやがって。すいません。それで、ガレージのドアを開けてほしいんですが。あ？人の家のガレージに車を突っ込んでおいて、開けろだと？それで素直に開けると思ってるのか？それはそうなんですが、これから出かけないとならないので。そんなのは知らねえな。そうでしょうが、そこをなんとか。俺は車をどかせと言ったんだよな。それなのに、どうしてまたガレージに入れてんだ？しかも、俺の家の高級車をボコボコにしてくれたって？ご丁寧に、防犯カメラまでぶっ壊してくれてたな。はそれは、その、ちょっとしたいたずら心と言いますか。いたずら心で済むと思ってるのが？こっちも隣の人間だと思ってたから、コンビニ済ませてやろうと思ったがよ。ありゃ、許せる範疇を超えてんじゃねえか？あの車に女房とガキを乗せてドライブするのが楽しみだったのにな。てめえに楽しみを奪われちまったよ。すいません。ごめんなさい。もう二度としないので、この人を許してください。奥さん、この人を許せってえけどな。あんたも同罪なんだよ。俺の嫁に随分なことを言ってくれてんじゃねえか。すいません。許してください。許せるはずねえよな。あの車だってあんなにボコられて。さぞかし痛かったこったろうさ。でも、車ですから、痛みはないかと。なるほど。痛みはねえが。俺は痛いと思うがな。てめえは痛いとは思わねえんだな。まあ、ものですから。そうか。おい、痛いってのがどんなことなのか、教えてやれ。木村と紗恵子は、組長が見ている前でボコボコにされ、悲鳴を上げていた。やめて。お願いします。痛いです。やめてください。痛い。痛い。え？だよな。痛いんだよな。生身の人間でも痛いがよ。大事にしているものが壊された俺も痛えんだ。だったら車だって痛えよな。わかりました。すいませんでした。よし。だったらその辺にしておいてやるよ。あんまりやるとこれから弁償するのに動けなくなるからな。弁償？当たり前だろ。てめえらが壊した車は4000万円なんだよ。俺は壊れたものを直して乗ろうとは思わねえ。新車を買ってもらおうか。新車？そんな。それと、俺と嫁の迷惑料が6000万だ。締めて1億。そんなの、一生かかっても無理だ。心配するなよ。うちの組で金貸しをやってんだよな。そこで1億貸してやっからよ。あとは返済をしっかりやれば、それで御の字だ。ただし、即一と一だ。それって、借りた途端に、1000万の利息。おお、頭がいいな。さすがだよ、木村。その通り、てめえに貸した途端に1000万。その後、10日ごとに1000万だ。そんなの、返せるはずない。てめえが言ったんだろうが。ヤクザの怖さを教えてやるってよ。だから俺がてめえに教えてやってんだよ。そんな、許してくださいよ。そんな金、払えるはずないですよ。だったら必死に働くことだな。稼げる仕事を紹介してやるからよ。カニ漁ってのは過酷だから、儲かる仕事だ。ただし、海に落ちたらそこまでだがな。夫婦でしっかり稼ぐんだな。許してください。お願いします。泣き叫ぶ二人だったが、カニ漁船に乗せられたということだ。その後、車を新車に入れ替えたのだが、
何とも優しい青年に会うこととなった。彼は車のディーラーで働き出して2年だという高校を卒業したばかりで、初々しさが残る彼は傷ついた車を見て、かわいそうに痛かっただろうね。そう言って傷を指でなぞった。この子はあまり走っていないようですし、そうね、買ってからそんなに経ってないし、家族で外出というのもあまりないから、どうしても自分の車に乗ることの方が多いわね。そうですか。綺麗に直してあげるよ。そうしたら次のオーナーさんとたくさん走れるからね。そう言葉を残して車を持って行った。そんな彼の姿は異様に思えた。今まで遭遇したことのない人種のため、人と違う世界の住人なのかなと思ったのだ。今後も出会うことはないだろうし、気にすることもないと思っていた。ところが、その後も何度か彼に会う場面があった。彼は何事にも一生懸命で、真っ黒になりながら仕事をしているが、いつでも車に話しかけていた。そんな彼を馬鹿にして笑う客もいるが、一緒に働くスタッフ同士はにこやかに見ているようだった。彼の上司にあたる男性と話す機会があり、彼の人柄について聞いたところ、彼は優しいんですよ。車だから心がないわけじゃないというのが持論でしてね。だからこそ仕事が丁寧です。雑なことをすれば、それだけ車がかわいそうだと言うんですよ。言ってることだけを見ればおかしなやつですが、そんな思いがあるからこそ、スタッフの中でも信頼できる一人なんです。その言葉通り、彼の仕事はいつも丁寧で、洗車一つにしても隅々まで綺麗にしてくれている。以前、タイヤの溝にはまった砂利を取り除いているのを見て声をかけると、人間でも足に異物がついたまま歩いたら痛いじゃないですか。車も同じです。そう言って楽しそうに作業をしていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は野田斗真、42歳。俺の親父は高級寿司屋を経営している。小さい頃はよく寿司を握ってもらい、俺は親父の寿司を食って育ったと言っても過言ではなかった。ある日の昼間、俺の親父は店を夕方から開店させるために仕込みをしていた。すると閉店の看板をぶら下げているにもかかわらず、3人組の男が店の中に入ってきた。おっさん、いい店構えてんじゃねえか。えらい高そうな寿司屋だな。これは相当稼いでいるんじゃねえの。お客さん、今開店の準備中なんですよ。申し訳ないけど、夕方の4時に出直してくれませんかね。親父は客だと思い込み、ヤクザたちに出直してくれと頼んだのだ。あ？俺らが客？こんなまずそうなもん食えるかよ。ヤクザはそう言って厨房に入り込み、まな板の上にあった寿司ネタを地面へと落とした。こんな客に出せねえような寿司はまな板の上じゃなくて俺の足の下がお似合いなんだよ。君、何をするんだ。勝手に厨房に入って命を粗末にして、とっとと出て行ってくれ。出て行けだと？出て行くのはお前の方なんじゃねえの。ここは京極組の島なんだよ。何勝手に商売してんだよ。商売したけりゃ俺らに金をこせ。みかじめ料さえ払ってくれればおとなしく帰ってやる。お前らに渡す金なんて1円もない。帰らんのなら警察呼ぶぞ。
親父はこいつらをただのチンピラと思ったのか、強気で反発し続けた。警察？お前、俺らが誰か分かってねえの？ヤクザとなんて絡んでこなかったら、京極組が何かなんて分かんねえか。ヤマトさん、丁寧に教えてやった方がいいんじゃないすか？俺らはヤクザ、京極組はヤクザの世界でトップの組なんだよ。俺らに逆らえばどうなるかなんて、おっさんでも考えればわかんだろ。おとなしくみかじめ料出しな。この店にそんな余裕はない。ここは高級寿司屋の中でも安いが取り柄の店なんだよ。売り上げなんて少ししかない。嘘つくな。ここは結構繁盛してんだろ。いくら安く提示してても、客足が多ければそれなりに稼いでるはずだ。早く1000万出せって。1000万？そんな金ない。だからとっとと帰る。お前さっきから誰に口聞いてんだよ。この店が安全に商売できるように金渡せって言ってんだよ。それでもまだグダグダ文句言うのか。ああ、大地さん怒らせちゃった。大地さんが怒ったら歯止め効かなくなるぜ。おっさん、とっとと金出した方が身のためだぞ。店の金がないなら将来の貯金でも遺産でも何でもいい。1000万かき集めて渡せ。大地さん恐ろしい。一度金取るって決めたら何の金でも容赦なく持っていくもんな。そんな金はない。親父は本当に十分なほどの金は持っていなくて、どうすることもできなかった。そうか、こんだけ言っても金を出さねえって言うんだったら、ヤマト、タカシ、やれ。はーい。おっさんごめんね。ちょっと端っこの方行っといてね。何するか、やめんか。親父がそう言ってもヤクザ二人は店のものを次々と壊していった。本当に警察呼ぶぞ。今やめてくれたら穏便に済ませてやる。だからこれ以上やめてくれ。警察呼んでどうなんだよ。俺らが警察ごときにビビるとでも思ってんのか。そんなもんビビってたらこんなことしてねえんだよ。やっぱ形あるものを潰すのはストレス発散になるな。お前らやめろ。おっさん、もう一度だけ聞いてやるよ。どうする？金出すか？本当に金なんてないんだよ。これ以上は勘弁してくれ。そうか、なら子供でも身内でも何でもいい。お前の家族を呼べ。そいつに金を用意してもらう。そんな、息子とは何十年と連絡なんて取ってないんだよ。今さら迷惑なんてかけられない。そんなお前の事情なんて知るが、このまま店を荒らされ続けるか、息子にすがるか、考えなくてもどっちがいいかわかんだろ。さっさと連絡しろ。そう言われ親父はしぶしぶ俺に電話をしてきた。久しぶりの電話に何かあったのかと察した俺はすぐにその電話に出た。親父、どうした？トーマか、急に連絡してすまない。ほら早く言え。何今の声、誰かに脅されてんの？今ヤクザが店で暴れていてな、申し訳ないんだが1000万用意しないといけないんだ。助けてくれ。1000万？親父、わかった、すぐ行く。俺は親父の震えた声を聞き、ただごとではないと金を用意し、すぐに実家に向かった。親父、大丈夫か？トーマ、すまない。お前がこのおっさんの息子か。割と来るの早かったじゃねえか。なんだよこの店の状態は。ああ、これおっさんが頑なに金を出さないっていうもんだから、店閉めに仕方なくな。まあでも悪く思うな。これでおっさんも理解してお前を呼んだんだから。お前だって自分の知らないところで親の店がぐちゃぐちゃにされてた方が嫌だっただろう。そうだな、呼んでもらえたことには感謝するよ。でもここまでする必要ないだろ。おっさんが警察呼ぶだの、俺は金持ってないだの、うるさかったんだよ。言葉で伝えるよりも行動で示した方が早いだろ。人間、年を取れば取るほど頑固になるからな。無駄な抵抗が多いんだよ。そんなことに俺らも付き合ってる暇はねえからさ。お前らヤクザだって言ったな。そうだ、ここは俺らの島なんだよ。
俺らにみかじめ料払ってくれたら、この店が安全に営業できるようにしてやるって言ったんだ。ここが島。ああ、そうか。おっさん、やっぱり息子の方が理解早いな。でもみかじめ料で、どうして1000万なんだ。少し、値を張りすぎじゃねえか。ここは割と古い店だ。それなのにずっと俺らにみかじめ料を払ってこなかった。その過去の分と合わせて、1000万のみかじめ料払え。なるほど。このスーツケースに1000万入っている。お前らが望んだ金だ。ほら、持ってけ。ただお前ら、無事に店を出られたらな。俺はそう言うと、スーツケースを投げた。何言ってんだこいつ。お前一人で俺らに立ち向かうっていうのかよ。お前らなんか、俺一人で十分だ。ほら、タカシ、スーツケース拾え。はい。じゃ、あとはヤマトに任せたぞ。金はこっちのもんだから。そいつがどうなっても、どうでもいいからな。じゃ、遠慮なくやらせてもらいます。やめろ、トーマには手出しするな。ヤクザ二人は、スーツケースを持って、店を出ようとしていた。親父、大丈夫だから。下がっててくれ。でも、なんだお前、俺に勝てると思ってんの？そんなヒョロヒョロの体で。誰も俺が相手になるなんて言ってねえよ。え？扉を開けた瞬間、ヤクザ二人は驚き立ち止まっていた。どうしたんすか？俺は大丈夫なんで早く行ってくださいよ。太一さん、この人たち何なんですか？人？この状況でふざけてる場合じゃねえだろ。会話なんてどうでもいいから早く行けって言ってんだよ。でもふざけてなんかいねえよ。なんか知らねえけど、外に黒いスーツを着たやつが何も待ち構えてんだよ。もしかしてお前が用意したやつらか？ああ、そこにいるやつら。そうだよ、俺が用意しといたやつら。助っ人とでも言っておこうか。助っ人？こんな人数助っ人どころじゃねえだろ。お前何者なんだよ。こんな人数引き連れているなんて、ただものではねえだろ。ヤクザは振り返って、俺を見ながら焦っていた。それは、外に黒いスーツの軍団、俺の SP たちが待ち伏せていたからだ。俺は、野田財閥の会長だ。俺の顔を見ただけで気づくかと思ったが、気づかねえってことは、お前らただの下っ端だろ。ついでに言うと、そいつらは俺の自慢の SP たちだ。親父からの電話で、ただごとじゃねえと思ったからよ。外で待機しておくように命令したんだよ。おとなしく降参した方が身のためだと思うが、どうする？それとも、俺の SP たちと遊んでくれるって言うなら、SP たちも喜んで相手してくれると思うが。野田財閥、噂では聞いていたけど、どうして野田財閥の会長がここに？どうしてって、お前が親父に俺を呼べって命令したんだろ。親父の息子がまさかの俺だったとは、神様はお前らの味方をしてくれなかったみてえだけどな。野田財閥がどれだけの大物かなんて、さすがの最年長のお前だったら聞いたことあるだろ。この世界で俺の存在は欠かせないだろうからな。ここがお前らの島だって言ったよな。ちょうどお前らの組も俺が資金援助してるところだ。京極組の組員さんたちよ。くそ、お前らこの人数突破すんぞ。ここにいたらまずいことになる。ここさえ逃げ切ればあとはどうとでも言えるだろう。この人数っすよ。しかも素人じゃなくて SP って、どうあがいても無理なんじゃないですか。それでも逃げるしかねえだろ。俺はこんなところで人生終わらすわけにはいかねえんだよ。それはお前らも一緒だろ。それはそうですけど、勝ち目ないなら降参して穏便に行った方がいいんじゃないんですか。そんなことしても穏便に済むわけねえってことぐらい考えたらわかるだろうが。ほら行くぞ。はい、ちょっと俺置いて行かないでくださいよ。俺にビビったヤクザたちは無謀にも SP の群れに飛び込んだ。最年長のやつはただ逃げることに夢中で、仲間の無事を確認する余裕もなさそうだった。そして逃げ切れるわけもなく、
SP に押さえつけられ、俺の目の前へと戻ってきた。なんだよこいつら、一人でも逃げることができたらと思ったのに、こいつらの身体能力の高さ異常じゃねえか。だから無理だって言ったじゃないですか。しかも一人でも逃げられればって俺を見捨てる気だったんすか。大地さんひどいっすよ。仕方ねえだろ、お前は強国組の中でも一番弱いんだから。一番に抑えられていたお前が文句言う資格なんてねえだろ。どうするんですか大地さん。このままだと俺らどころか強国組にまで迷惑が。俺も今考えてんだよ。お前らも少しは考えるなりできねえのかよ。それが無理ならごちゃごちゃ言ってねえで黙っとけ。まあまあ仲間同士でなすりつけ合うのはやめとけって。俺は見てて楽しいが、よそな奴らから見たらみっともないだけだぞ。はじめのうちに伝えておけばよかったな。俺の SP は SP の中でも優秀な人材を集めているんだよ。それなのにお前らみたいな雑魚が突破できるわけねえだろ。面白いものを見させてもらったことには評価してやるよ。でも一番面白いのはここからだと思わねえか。さてお前らの始末をどうしてやろうかな。いってえな、この手離せ。捕まった以上逃げはしねえよ。俺らをどうするつもりだ。お前らとりあえずおとなしくしとけ。捕まった以上はもう後はない。少しでもこの後の結果が良くなることを考えるしか。何なんですか、俺らは太一さんの指示に従っているだけなんですよ。そもそもこの店にみかじめ料を取り立てようって言ったのも太一さんじゃないですか。逃げろって言ったりおとなしくしろって言ったり、俺本当わけがわからないっすよ。そもそも財閥って言ったらただの金持ちですよね。そんなやつになんでここまでされないといけないんすか。たかし、それ以上無駄口叩くんじゃねえ。野田財閥ってのはただの金持ちじゃねえんだよ。お前はまだ組に入って浅いからわかんねえだろうけど、この人は俺ら強国組にとって欠かせない存在の人だ。俺らの世界では勢力がないとやられる。その勢力を保って強国組がトップでいられるのが野田財閥様のおかげってわけだ。俺らはそんな逆らっちゃいけねえ相手に喧嘩売っちまったんだよ。そういうことだ。野田さん、できれば恩民に済ませていただけませんか。俺らは野田さんのお父さんと知らずに乗り込んでしまったんです。決してわざとではありません。こんなことになるなんて思わなくて。それでもさっき逃げようとしていたじゃねえか。俺の SP を甘く見て分かった時点で詫び入れていたらここまでならずに済んだものを。お前ら本当にかわいそうな奴らだな。追い込まれた奴はまともな思考回路ができないんですよ。でも今はまともです。組長に知られるのが怖くて逃げればバレないかと思ってしまって。でも穏便にしてくれるなら俺ら何でもします。店もちゃんと元通りにします。お前らがまとも、笑わせんじゃねえよ。お前らみたいな底辺がまともなわけねえだろ。暴れることしか能がねえ猿以下だ。またまた、野田さんは俺らみたいなやつにお金渡してるような人じゃないですか。少しは俺らみたいなやつと仲良くしといた方がいいって思っているんですよね。なわけねえだろ。お前らみたいな何の努力もしないやつが俺は一番嫌いなんだよ。それでもなんで俺が嫌いなヤクザたちに金を流してると思う。そうすればお前らがひざまずくからだ。嫌いな奴らだからこそ俺の支配下に送って最高だと思わねえか。それが俺の嫌いな奴への対応の仕方だ。そんな、俺らをどうするつもりですか。俺には家族がいます。借金のためにこの世界に入っただけなんです。俺がいなくなったら家族はどうか見逃してください。甘ったれんな。借金がなんだ。この世界には借金があろうがまともに働いてる奴がいるんだよ。そうか、いいこと思いついた。おいお前、今すぐ組長を呼べ。それだけは組長に知られずになんとか解決できないでしょうか。本当に申し訳ないことをしたと思っています。
組には今まで通り援助してくれると言ってはいただけませんか。この通りです。そうです、組長に知られたら俺ら今後やっていけないんですよ。俺組長に恩があってこの組に入ったのに、それなのに組長に迷惑かけられないんです。連帯責任って言葉知らないのか。お前らがやらかせたことは組長が責任持って後始末しねえといけねえんだよ。お前らが連絡しねえなら俺がする。俺から連絡してもらいたいか、自分たちで状況を説明するか、どっちの方がマシなんだろうな。その小さい頭でも考えればわかんだろう。俺が自分でします。太一さん本当にいいんですか。仕方ねえだろ、俺から組長に連絡する以外今方法はないんだから。そう言うとヤクザの最年長が組長に連絡をし始めた。組長すみません、野田財閥の会長のお父さんと知らずにみかじめ料。野田財閥、お前何してくれてんだ。組長はその一言で今の状況の大体を把握したようだ。もしかして今野田さんはそこにいるのか。はい、俺らは今野田さんの SP に囲まれています。でも俺らは野田さんのお父さんって知っていたわけじゃないんです。知っていたとか知らなかったとかどうでもいいんだよ。お前ら本当に使えねえやつだな。とりあえず今すぐそっちに向かう。野田さんにも待っててくださいと伝えてくれ。はい、本当にすみません。そして電話が切れた。組長がすぐに来てくれるそうです。お願いします、お身に済ませていただけないでしょうか。俺らみんな組長に恩があるんです。それなのにこんな恩をあだで返すようなこと。それはお前ら次第だ。お前らがこの先自分の人生を捨ててまで償うならな。でもさっき何でもするって言っていたよな。俺は嫌いな奴にペコペコされるっていう優越感に浸るのが好きなんだよ。ま、組長が来たらゆっくり話し合おうぜ。そんな。そして組長は10分ほどで店に着いた。野田さん、この度は俺の組員が本当に申し訳ありませんでした。こいつらのヘマは俺の責任です。組長は俺の顔を見ぬなり頭を下げた。分かってますよね、この状況。俺はいつでも京極組を見捨てることができる。俺が資金援助しなかったら京極組が潰れるんだから当然ですよね。もちろん分かっていると思いますが、こんなことをされてはいそうですかって黙って許すわけがない。お怒りはごもっともです。そう言って立ち上がり、三人の組員たちを次々に殴りかかった。組長、やめてください。やめろだと？お前らのせいで京極組の将来がねえことがわからねえのか。ほら見ろ、上二人は黙って耐えているだろうが。この状況でな、お前らの体の痛みなんてどうでもいいんだよ。ちょっとちょっと、修也さん、その辺にしたらどうです。俺は別にそういうパフォーマンスを見るのが好きなわけじゃないんですよ。むしろそんなお遊びみたいなことは見ていて気分が悪い。さっきも言ったが、無能なやつほど手を出したがる。俺はそんなくだらない痛みより精神的に追い詰める方が好きでね。すみません、野田さんのおっしゃることに従います。まあまずはあなたがいくらこいつらを殴ったってこの店は元には戻らない。そうですよね、この店は俺が責任持って元通りにします。その時に店のものを新しくしたいものがあればそれもまとめて俺が用意させていただきます。そんなことは当たり前なんだよ。俺が言わなくても自分から言うのが当然だろうが。そもそもな、俺には店を直す余裕なんて全然あるんだよ。金さえ積めば簡単な話だからな。そんなことより俺の親父が受けた心の傷をどうしてくれるんだって話なんだよ。親父に手出ししなかったことだけはラッキーだったな。でも心の傷はそんなことで癒されねえんだよ。ごもっとも、
こいつらを組から追放します。そうすればこいつらの顔見なくて済みますし、どうでしょうか。こいつらも組から追放されるのが一番痛いはずなんで。追放されて終わりだと？それじゃあただの逃げじゃねえか。笑わせんな。では俺らはどうすればいいですか。俺ら、野田さんが許してくれるならさっき言われた通り俺らの人生かけてもいいです。それで京極組に迷惑がかからないなら。迷惑なんてもうかかってんだよ。そうですか、いいでしょう。京極組には今まで通り資金援助をしてやる。それならいい条件がある。お前らの人生かけてこの店に金を渡せ。そうだな、月に3人まとめて50万。誰がいくらなんてお前らが月々決めればいい。金がないとか自分たちの生活費がないとかそんなことはどうでもいい。とにかく月に50万だ。お前らが払えないなら最悪組長に借りてでも払え。そんな、俺さっきも言ったんですけど借金あるんです。それに家族も養わないといけないんです。そんなお金ありません。なら一生家族に会えないような条件にしてやろうか。住み込みで一生俺のために働くとか。それならお前の家族には迷惑はかからないもんな。それは家族に会えない方が辛いです。分かったなら黙って金払い続けろ。それにお前が無理ならこの二人にお前の分まで支払ってもらえ。かわいいかわいい、大事な組員だもんな。ヤクザの世界では仲間は家族みたいなもんだもんな。ヤマトさん、大地さん、お願いします。俺の家族には無理をさせたくないんです。わかりました。俺らが責任持ってこいつが払えない分も払います。ありがとうございます。これで決まりだな。シュウヤ、それじゃあこいつらのこととこの店のこと頼んだからな。もし約束を破ったらどうなるかわかるよな。京極組は俺の指示で潰させてもらう。俺は他の組とのつながりもあるからな。一声かけたらすぐだからな。そのくらいの覚悟これからはしろ。はい、俺がきっちり払わせます。トーマ、本当にこれでいいのか。俺は店さえ元に戻ればそれでいい。こいつらにだって生活があるんだろう。それなのにかわいそうだって言いたいのか。こいつらにそんな情けは必要ない。店をこんなにもめちゃくちゃにされて親父も怖い思いして、それなのにかわいそうだなんて思う必要ない。それにこの店を大切だと思っているのは親父だけじゃないんだよ。俺も小さい頃からの思い出のある店なんだ。トーマ、お前そんなこと思ってくれていたんだな。とにかくこいつらが金を渡しに来た時は躊躇なく受け取ってくれ。そして50万足りなくて泣きついてきても俺に連絡してくれ。俺はこいつらの組にそれなりの金を流しているんだよ。だから親父が遠慮なんてしなくていい。トーマ、いつからそんなに偉くなったんだ。この家を出てから俺にもいろいろあったんだよ。とにかくこれで親父の生活も少しは良くなるだろう。その金を人件費にして親父が楽をするなり老後の資金にするなりすればいいよ。ありがとう、お言葉に甘えて使わせてもらうよ。お前らも親父の優しさにつけ込んで50万用意しないなんてことにならないようにしろよ。定期的にちゃんと払っているか俺は確認するからな。はい、親父さん、店を荒らしてすみませんでした。俺が責任持って元通りにするのでしばらくは店を開けられないかもしれないですけど。それはいい、店が開けられない分の売り上げならちょうどその頃くらいにこいつらが50万持ってくるだろうからな。とにかく店のことだけはしっかり戻してくれ。はい、それは任せてください。これで話は終わりだ。
分かったなら、一日でも早く店を開けられるように家具とか探してこい。そう言うと、ヤクザたちは俺と親父に礼をして店から出て行った。本当に大丈夫なのか？あの人たちは毎月50万なんてお金、普通じゃ到底稼ぐのがしんどいんだぞ。それに加えてあの子たちの生活費、かなり苦しい生活になるんじゃ。ああ、大丈夫さ。あいつらは今日親父にしたように、いろんな奴からみかじめ料って言って奪っているんだよ。京極組なら少しくらい金を使っても組が潰れることはない。それくらい勢力のある組だからな。もし仮に今回の件で組の勢力が落ちたとしても、俺には関係ない。あいつらの組が他の組から攻められるだけだ。そうか、ヤクザの世界なんて俺は無縁だからわからないけど、トーマがそう言うなら。じゃあ俺も暇じゃないからもう行く。今日は疲れただろうから、とにかくゆっくりしな。また店に顔出してくれるんだよな。ああ、店がまた開けられるようになる頃には顔出しに来る。元気でな、トーマも。こうしてこの一件は解決した。店がまた開けられるようになるまで1ヶ月かかった。あの組員たちは1回目の慰謝料を払いに店に来たと親父は電話で教えてくれた。きっちり50万あったらしい。そして店は前の雰囲気よりもさらに高級店っぽくなり、親父はとても満足していた。3ヶ月後、俺は店がオープンするときに顔を出すと言っていたが、なかなかの忙しさで行けずにいた。親父、調子どうだ？電話で聞いてはいたが、本当に店の雰囲気いい感じじゃないか。トーマ、なかなか顔出さないから心配していたんだ。律儀にここまで店をきれいにしてくれてな。3ヶ月経った今でもあの子たちはちゃんと毎月50万持ってきてくれているよ。それより、それより、この前はきちんとトーマの話を聞けなかったからな。少しゆっくり話できないか？ああ、そうだな。俺もそう思って時間がある時に店に顔出そうと思っていたんだ。親父、元気だったか？俺は全然元気だ。こんな老いぼれだけど、まだまだ現役で大将やってるくらいだからな。ごめんな、家から出て行ったっきり連絡も何一つしないで。親父に連絡したら甘えが出ると思ってな。もっと上に上り詰めたら連絡しようと思っていたんだよ。俺の方こそあの時反対することしかできなくて、応援してやれなかったことを何度も後悔したんだ。立派になったもんだな、財閥の会長だなんて。俺も必死になっていろいろ学んだからさ。親父、これからはちゃんと連絡取るようにするから、もし何かあったら遠慮なく言ってくれ。なんだよ急に。俺はまだまだ現役だって言っただろ。心配するな。これからも自分の理想を追いかけて遠回なりに頑張るんだぞ。ああ、家を飛び出したからには俺も満足いくようになるまで努力し続けるさ。でも親父は本当はこの寿司屋継いで欲しかったよな。気にするな、もう弟子はいる。俺の後を継いでくれる奴はもう決まってんだ。トーマは自分のやりたいことに専念すればいいさ。でもたまには俺が握る寿司を食べに来いよ。俺が現役のうちにな。ほら、お前の好きだった寿司。親父の寿司、久々だな。でもこれ、俺がガキの時に好きだったやつ。久しぶりに食べた親父の寿司は、
懐かしく、とても美味しかった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。